外出ができなくてもこの映像で癒されるかもしれません。ご飯を食べている様子やソファーの上でじゃれ合う猫たち、固定カメラで捉えたたくさんの猫の生活ぶりを延々と流しているこの動画は、ノルウェーの公共放送がネット上で発信しているものです。新型コロナウイルスで外出制限措置が続く中、少しでも楽しく過ごしてもらおうと先月から始まったもので、番組名はいつも一緒。今も猫たちの生活が生放送されています。14匹の子猫を含む20匹がいて、名前や性格なども紹介されて、視聴者は自分のお気に入りを観察して楽しんでいるようです。